羽生譲る、市議が議会に直訴。故郷、仙台で現実味をびる、30億円譲ずリンク、建設計画。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。五輪の興奮冷めやらぬ2月21日の夜、北京から帰国した羽生譲ー二十る、27、成田空港のロビーを通る際には出迎えたファンらと目を合わせるようにしながら、 ありがとうございました。お疲れ様でしたと丁寧に会釈をしていた。この帰国と同日のこと。ハブの故郷仙台の市議会の一般質問では、一人のベテラン市議が弁舌を振るっていた。ハブ選手の思いを叶えて差し上げたい。そう言って訴えていたのは、当人である仙台市議会の佐藤正明議員が本市の取材に応じてくれた。仙台にアイスアリーナを建設する必要があると考えています。 ちょうど五輪が閉会した翌日に議会があって、この件についていいタイミングで質問ができました。そう話す佐藤議員は市議として、スポーツの力で仙台市を活性化することに尽力してきた人物。アイスアリーナ建設が必要だと考えるのには、市議会で言及したハブな思いが関わっている。ハブさんはかねてから仙台を拠点に生活していきたい。 将来は指導者として更新の指導に当たりたいと話しています。その願い通り、いずれは故郷でプロスケーターの道や指導者の道を歩んでいただきたい。ところが仙台でスケートをしたくても、リンクの設備が十分に整っていない現状があります。仙台にある通年のリンクは現在、アイスリンク仙台のみ、ハブがスケートを始めた場所であり、 拠点であったカナダに渡れなかったコロナ禍のこの2年間に練習を続けていたホームリンクである。ただそのアイスリンク仙台はフィギュアスケートの試合で使う企画よりサイズが小さいといい。十分な広さがないので、ハブさんも練習がやりにくい部分があったかと思います。佐藤議員。実際にハブ自身が仙台のリンクの状況について、過去に次のように話していたこともあるのだ。本気で世界のトップを目指せる施設の環境が、 仙台に整っていなかった。だからカナダに行った仙台の施設が整わなければいけないという現実も感じた。経営難でリンクが閉鎖、荒川静香に救われて、ハブは過去にホームリンクを失って苦しんだこともある。11年の東日本大震災によってアイスリンク仙台が営業停止になり各地を転々として練習を続けたことはよく知られるが、 それ以前の小学生の頃にもホームリンクが経営難のために閉鎖されたのが04年末のことだったその時のことをハブは自助伝青い炎にこう続っている僕らは急に練習場所がなくなってしまってスケートを続けるには今までよりも遠いところにある他のリンクに通わなくちゃいけなくなりました同じクラブの選手にはそれをきっかけに辞めちゃった子もいたんですリンクが遠くなったことで練習時間が減り この時期のハブは試合での成績も伸び悩んでいた。閉鎖したリンクでコーチとしてハブを指導していた鈴木翔一郎さん、84は、こう振り返る。リンクの閉鎖で、私は東京の自宅に戻ることになりました。ハブは別のリンクで練習させてもらえるように私が話をして、週末にはご両親と一緒に、神奈川の私が教えているリンクにレッスンを受けに来ていました。苦しんだ時期だったと思います。その後、 07年に現在のアイスリンク仙台として、元々のホームリンクが営業再開。再開の背景には、前年のトリムゴリンの金メダリストである荒川静香の存在があった。荒川さんも同じリンクの出身。彼女が呼びかけたことで、県や市が動いたのです。地元関係者。この一連の出来事は、ハブの心に大きな印象を残したようだ。4年前の平イ五輪の外線パレードの際、次のように話している。 僕が仙台でスケートを続けられたのは、荒川さんがトリノで優勝して、リンクへの補助金や支援をしてくれたから、僕がそういう存在になれたらいい。実際にハブはこれまでもアイスリンク仙台に多額の寄付をしてきており、総額は3000万円以上。前室の鈴木さんは、仙台だけでなく、日本各地でアイスリンクが十分に整っていない状況を憂い、ハブにさらなる期待を寄せる。 本当に日本にはアイスリンクが足りていないんです。こんな環境でよくハブのようなトップ選手が育ったと思いませんか仙台の市議がリンクを作ろうと言っていますが、実現してほしいです。それもハブという存在があったから出てきた話でしょう。更新のために影響を与えていくのが今後のハブの仕事だとも思います。リンク建設への壁の一つとなるのが金銭面だが、佐藤議員は、ブルサとノ税やクラウドファンディングなどで、 世界中から20億円、30億円ほどの建設資金は集められるのではないかと考えている。確かに、世界的に注目を浴びるハブの地元リンクとなれば、多くの寄付が集まりそうだ。すでにそんな、ユズリンク、計画に、協力したいという声が佐藤議員のもとには多数届いているという。今後はハブ本人にアプローチすることも考えてはいるというが、ただ、 ハブさんにはプレッシャーはかけないやり方で進めたいと考えています。そうして新しいリンクができた時に、結果として、そこでハブさんが更新の指導をしてくれて、彼に続くようなスケーターが排出されていくようになるのが一番かなと思います。もちろんリンクに意見をいただけるならぜひ取り入れたいですね。21日、成田空港に到着したハブは、母親らしき女性とファイヤーに乗り込んでいった。 帰国後の自主隔離期間はホテルで過ごす選手もいますが、ハブ選手は仙台で自宅待機をすることにしたようです。スポーツ指揮者。故郷がハブにとって一番心身を休められる場所なのだろう。佐藤議員もハブの仙台への思いを感じている。こう話してくれた。震災以降、市にも県にもハブさんからたくさんのご寄付をいただいているんです。そうやって仙台を愛してくれているハブさんの気持ちに応えたいと思っています。 羽生ューゆずるプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。